悩みを抱えているというよりも後押しをしてほしい人もたくさんいますからね。あー、そっか。確かに自分の中で結論は出てるけどっていう場合もあるよね。定期テストが近いですからね、悩みがあってもまずは目の前のテストに集中したい人が多いですよね。先輩ってそういうとこ意外と真面目ですよね。じゃあ点数はいい方なんだ。先輩は絶対に赤点通しで簡単な問題で合格するという省エネタイプだと思ってたのに。めぐるちゃんは成績いいの？嫌なこと聞かないでくださいよ。その様子だとあんまり良くなさそうだね。じゃあなおさらちゃんと勉強しないと。時間があるから勉強しますなんて簡単にできたら苦労はしないんですよ。やだ、そんな正論聞きたくない。ダメだよ、そんなことばっかり言ってちゃ。